これでしょ、あの金庫の鍵。おお、これこれ、よく手に入ったな。まあね。それで約束のダイヤ、山分けよろしくね。何がおかしいのよ。ありがとうよ、藤君。いや、藤君ちゃん、あなた、ありがとうね、俺のためにこの金庫の鍵持ってきてくれて。騙したわね、私のこと。例えばよく知っている人が目の前で喋ってる相手にマスクで騙されるっていうのはないでしょうね。肌や表情の不自然さもあるでしょうし、また声の問題もありますよね。あれ、あなた誰？ここで何してるの？誰じゃないよ、俺だよ、俺、山橋。オレオレ詐欺、怪しいやつね。そんなことねえよ。はい、じゃあこれ食べてみて。はい、行きますよ。はーい。あ、はい。あんたやっぱ偽物ね。